じゃあ最後の兄弟の問題いこうと思います。この年最大の難問ですね。で、まず最初にですね、これいきなり解こうといったところで答案すらすら書き始めることはありえないわけで、まあとりあえずはどういう構造をしているか見るのが普通の人間ですね。で、まあ書いてみたいと思いますが、まず yn イコールで始まりますね。で、これが xn 足す y マイナス1分の1と。まあ、こうなってるわけなんですけども。で、これが次に、さらに、yn マイナス1に関してどうなるかというと、まあ、こういうふうになりますよね。で、次どうなるかというと、まあ、こういうふうに続いていくと。これのことをですね、一般的に連分数って言います。連分数って言うんですね。まあ、この話題自体がですね、難しいんですよ。捉えづらい上に、これ普通は連分数の場合はですね、まあ、そっか、そのままになってますけど、まあ、もしなんですよ、普通、ここのところが。X に関して。で、これ、式になってるんですよね。連分数で、かつ連立全化式という、もう、どうしようもない形をしてるんですよね、これに関しては。で、まあ、普通に考えて、まあ、これを、解き切るっていう気にまずなるかどうかっていうのは、まあ、よほどな頭のやつだなっていう。京大生でも、それこそ、例の、京大理学部の無差別、あれ？理系科目上位30人とか、そんなレベルじゃないですかね、普通に解けるやつは。つまり、解こうっていう気がなえますよね、この形を見て。医学部のやつでも、なえるんじゃないかなと思いますけど。ね、まあ、何はともあれ、とりあえず全化式ありますからね。y イコール x1。で、かつ今、yk イコール、今やったように xk プラス yk 分の1と、k マイナス1分の1と。まあ、これで表されると。で、当然 k は、2、3、n と、こういうふうに書けるわけですよね。で、この時点でわかることがあります。これ、x ってサイコロの目なんですよね。サイコロの目なんですね。なので、必ず1から6以上を取るので、で、この y に関しては必ず1以上取るということがわかります。まあちょっと位置がおかしいですけど、上に書いた方がいいかな。まあこれは yk は必ず1になるんですよ。あ、汚い。なんかいい場所ないかな。まあ、こんな感じで書こうかな、じゃ。すいません。ちょっと都合上の変な書き方になりますけど。そうか。改めて yk イコール。こうやって書けばいいんですね。yk は1以上なんです。まあ、とりあえずこれは気づいてほしいなということですね。で、改めて今置かれている状況っていうのはどういうふうに書けるかっていうと、まあ、こうなる確率を求めてくださいねということを言われているわけですよね。で、今ですね、まあ、当然、y に関しては、こういうふうに書けます。で、よく見ればわかるんですけども、yk の上側の抑え込みは2.7ぐらいで、下は1.35ぐらいですよね。で、xk に関しては、なので、これ、y って値は、整数値に近いのは1か2なんですよ。まあ、1.5とか。まあ、1.3以上2.7です。7以下ですから。とすると、今、
YK の明らかにこれ整数値を賄うようなところ、これ XK ですよね。ということは、これ XK は1か2しか取れないんですよ。まあ、これが XK たす、まあ、同じことを何回も書いて気をつけてですけど、ということはこれは1か2かしか取れないんですよね。XK は。ちょっと順番間違えた。1か2しか取れないんですよ。で、じゃあ上側にか、あ、そうですね。で、こんな感じになりますので、じゃあどうやって考えればいいかなと。まあ、やっぱり手探りですよね。でも一応、値が確定しましたから、x に関しては、こうならなきゃいけないというのが出ましたから。じゃあ、試しに x イコール1の時を考えてみましょう。これは条件式は、このように書けますね。で、上側の不等式に関しては、これは無差別に成り立ちます。YK がどんな値を取ったところで2を超えませんからね。ということは問題になるのはこちら側になるわけですね。じゃあ、これはどういうふうになるかって、すいません、指名の都合上、上に書きますが、2分のルート3マイナス1、これが、yk マイナス1分の1になると。で、逆数取って通分して、約分してやると、これは yk マイナス1が、ルート3プラス1以下になると。まあ、これが条件になるわけですね。で、当然これは、下側に関しては先ほどの、これが効いてますからね。1以上、ルート3プラス1以下ということがわかります。とりあえずこの式でやりました。まあ一応、わかりやすいので、ね、補足しとくか。まあこういうことですよ。1以上をルート3プラス1以下。じゃあ、x が2の時はどうでしょう。これは、先ほどの1の部分が2に変化しますね。ね。今、ちょっとプラスがプラスっぽくない。で、1プラスルート3。で、これ右側が1.35ぐらいなんで、で、すでに整数値これ2を持ってますから、これは無差別にこちら側、左側の不等号に関しては OK なんですよ。で、問題となるのは上側の1プラス3になるわけですが、ここで、まあ、先ほど同様に同値変形をしますと、yk マイナス1分の1が、ルート3マイナス1以下で。で、さらには、yk マイナス1が、2分のルート3プラス1以上になると。ということですね。で、今度は当然これは下が、まあこういう条件ありましたけども、まあこれは特にはいらない。こちらの方の条件が厳しいですから。で、まあ、ここまでは来ると思うんですよ。とりあえず。まあ改めて条件整理すると、まあ1の時は、こうなりますね。で、2の時は、これ2プラス1、2分の1プラスルート3よりも大きくなるだろうということなわけなんですけども、で、まあ、もともとの知りたい確率がありますね。PN に関しては、
与えられている条件として、まあ、これがあると。ルート3プラス1ですよ。2分の i じゃないですか。ルート3プラス1になると。で、ここまで分かったんですが、まあ、とりあえずこれを眺めていて、何かをその答えに結びつくものはあるかなというと、ちょっとよく分からないなというところなんですよね。で、まあ、とりあえず数直線に表してみようかなと。不等式がありましたから。で、1があって、2プラスルート3。で、ルート3プラス1と。いうふうにありまして。で、こうあったときに、Pn の値は、ここの幅なんですよね。で、一応この yk-1 とか yk とか書きましたけども、まあ特に k の値に、よらずこの範囲だということは分かっていますからね。で、そうすると、じゃあ、1と2と、この PA の、PK との関係ってどういうふうになるかと申しますと、これは、こういう関係が成り立ちますね。これですね。まあ、まずこれに気づくのが、また大変だな。まあ、ここが最大の山かもしれませんね。もちろん、この山を越えるにしたって、最初、普通に書き下したら、これですからね。連分数だになっちゃって、ああ、もうこれどうしようもないなって思いつつも、まあ、とりあえずは分かるところから崩していくと、不等式が出てきて、で、この関係が、まあ出てきます。でも出てきたところで、どうしようもないと。で、とりあえず数直線上に表すと、まあこういう関係になって。で、また難しいのはですね、これ2が上限がないんですよ。上限がないんですが、ただ、これそもそもの、XY の存在、あ、違いますね。YK の、YN、あるいは YK の存在範囲っていうのが、確かに1以上なんですよ。この値からこっちしか取らないんですよね。こういうことですね。ここに気づけば、まあ、確かに、まあ、両方合わせると1になりますけど、やはり柔らかい頭、かなり柔らかい頭が必要ですね。なので、1番から5番までの間に消耗していると、まあ無理でしょう。特に消耗する危険性があるのは4番あたりじゃないですかね。1番、2番、3番はいいんですよ。ここで消耗する人はいないでしょう。自力があるんですよ。で、4番でちょっと消耗して、で、5番で揺さぶられ、さらに6番でちょっととんでもないの来たなっていう感じで、まあ6番までに時間はそれなりに余ると思います。自力のある学生は。問題は、じゃあこれでどこまで食いつけるかなっていうところで差は出るとは思うんですけどね。やっぱりこの式が一番分岐点になるんじゃないかなと。寸大72、3ぐらいある学生であれば、ここが分かれるんじゃないかなと思いますよね。で、この式がまずありきで、じゃあ、求める確率はどうなるかっていうと、まず x が1の、x イコール1っていう、
なんだろうな、確率が出て、つまり6分の1ってことですよね。6分の1の確率が出て、かつ、1を実現するような確率。じゃあ、P、1番というふうに書いておきましょうか。で、まあ、これも要するに、まあ、1番。まあ、これは確率ってことですかね。こういうことですかね。P1、P2。まあ、ちょっとわかりづらかったかな。一回書き直しましょうか。確率、1と2が起こる確率を P1、P2 というふうに書き直すとですね。これが1になるということがわかるわけです。こういうことですね。で、改めて、じゃあ今求めたい確率の全化式はどうなるかというと、pn プラス1イコール、まず x イコール1が出る確率に、これに pi をかけてやると。で、さらには、6分の1に、もう一度 p2 をかけてやると。で、ここで、今、この関係がありますから、星の関係がありますから。これを代入してやると、これは、こういうふうになるわけですね。まあ、ここまで来たらもう勝負あったという感じで、あとは全化式使って解くだけで、まあ答えはこのレベルの問題解こうって学生だったらいちいち書く必要はないでしょう。確認されてみてください。これが出るわけなんですけども。まあ、この問題の難しさは、まあ言うまでもないですね。今申し上げた通りです。で、まあ一応大学院の数学では D ついてますけども、まあ、京大の問題全体に言えますけどね、やっぱり頭柔らかい学生の方が、行くだろうなっていう印象はありますよね。で、それはガリガリ計算で突破するような東大の問題とちょっと質が違って、その意外性のある展開とかそういうものに対して、あるいは、そもそもの原理的にものを考えられるっていうのは、まあ、昔から京大そうですけど、特にこれに関しては、まあ、いろんなところで随所で見られますね。細かいところだと、まず、この1以上だ。yk がまず1以上だ。これはスタート地点で、まあ気づかなければいけない。肩に力入れてたら、意外と落としちゃいますよね。あるいは頭に血が上ってたら絶対に無理ですね。で、その次に考えるべきことは、この yk の不等式が出てきたときに、じゃあ、xk が1か2だね。っていうことに気づけるかどうか。ここでも気づけなかった後ですね。で、その後で、じゃあ値が確定したから、1と2の時に分けて考えましょう。これはいいと思うんです。今の2つのところを超えられれば、この2つを場合分けして、で、まあ、この条件にまとめられるんだな、ということは気づくと思うんですね。で、問題はこの後ですよね。やはり繰り返します。この後に、まあ、数直線でこうやって表すことができたときに、まあ、この式がすんなり出てくるか。まあ、しばらくちょっと動揺すると思うんですよね。この問題を見て。まず問題を見て動揺して、で、この条件が出てきて、はたと困って、まあ、とりあえず数直線書いたならば、この式が出ました。で、この一連の流れが、だいたい10分から15分ぐらいは最低かかるんじゃないですかね。なんか、いらぬこともやりそうですね。あさっての方向へ行きかけて。で、終わってしまえば、これはとても筋のいい問題です。ただ、これを見抜くのは大変だろうな。やはり頭柔らかないともいいだろうな。というところで、まあ、難易度 D が大学院数学でもついてますし、まあ、僕も正直これ自力で解ける、少なくとも制限時間内で解ける気はしないですね。まあ、実際やってみないとわからないですけど。まあ僕にとっての資金、ハードル高さはやっぱりここかなというところですね。で、これが超えられれば、あとはもう一直線ですからね。
ここの全化式とこだけですかね。まあいろんな罠が多い問題ですけども、まあ、実際にどのくらい筆が運ぶか分かりませんけどね。あ、こうか。まあ、心して、取らなきゃいけない問題ですし、医学部医学科志望の学生は、やっぱり、まあ、基本的に相変わらず9割水準なんですかね。この並びだと。分かりませんけど。まあ、5番では落としたくないですよね。医学部医学科志望であれば。で、4番を丁寧にやって、6番は、なんとか探りを入れつつ、取りに行けるところは取って、こうそういうスタンスになると思います。逆に言うと、精神的に余裕があれば、頭にも余裕があれば、これを崩すのはそんなに無茶苦茶ではないかもしれませんけど、でも完投っていうのは、なかなかしんどいんじゃないかなと思います。今回の映像は、京大の11年度の数学第6問ですね、理系数学ですね、の解説の方をさせていただきました。クラスオンクラウドの鈴木でした。